さあ始まりました TYT の釣りドーナー、本日は海釣り穴釣り編です。TYT の釣りドーナー。はいはい、皆さんご存知の通り穴釣りといえば、はい、まあテトラポートのボーテですよね。ねっ、ね、消化ブロックって言うんですか。見てくださいこの景色。そう景色マブティーの、ね、マブティー最高だよこれ、うん、で俺眠てーの今日、ね、眠てーの俺今日眠たいですか、うん、まあでもね眠気をぶっ飛ばす感じで、はい、まあ穴釣りだからあんまり今日外さなければ釣れるだろうってことでね。なんだかんだ穴釣り行こう行こうって言いながらね、なかなか来れなかったからね。はい、そう言いながら今年は年が明けましたね。今年はというか、うんうん、この冬は、うん、ということでね、今から、なんだっけあの青い染め、はい、ウニウニのやつをつけてですね、うん、ポチョンと落として、はい、カカカカンといい当たりをね、はい、今年もやろうかなと思ってます。はい、さてさて、それではですね、皆さんご存知だと思いますが、一応ね、やったことない方のためにも説明しておきます。使うものはですね、ブラクリですね。これブラクリじゃなくてもいいけど、まあブラクリが無難ですね。の4番っていうの、4号ぐらい。4号ぐらい。で、こちらがですね、エサちゃんですね。へぇ、観覧中やつだね、これね。お食事の人は観覧。あんま分かんない。あ、その、砂入ってるから。そうだね。で、一応ね、このタオル、エサ触った後とかに、こう。くやつで、これがあの餌触った後に、洗うよね、手を。で、これがキープ用です。こんなこと今まで説明したことないのに、ね、やっぱり初心者の方にも優しもっと優しくなろうってことですね。なるほど。一応サクサクと、あんまり長々とは説明しませんが、はい、サクサク説明しますということでね、はい、今ご紹介させていただきましたが、はい、この青い染めだっけこれ、はい、をつけるのが下手な私がですね、青い染めをつけて開始したいと思います。青い染めね、私もね、これつけるようになりまして、まあ、相変わらずつけるの下手なんだけどね。これこいつね、ほら口開くね、こうやってうえーってこれ、うわーってこれ、ほらうるうるやめてくれって、ほらうらって、だからつけにくいの、これ下手くそなの、下手くそなの、もう全然つけないもん。てっちゃんならもうつけてるからね。よーし来た、よーし来た、よーし来た、来たけど、これがまたつけにくいんだ、つけにくいんだ、これがてっちゃんなんであんなうまいんだろうって思いながらいつもつけてる。よしでね、つけれましたけども、こうやってね、これ磯目長いから、うん、ね、これ半分でね、たまにこう、まあ長いくてもいいけどね。うん、まあ、ただああ寝盛りにスポッと食べてほしいじゃん。なるほど。だから切りまして、で、こうやって手を洗ってね、でこうやって拭いて、でこうやって僕が説明しますけど、全部てっちゃんが用意してくれました。なんだ。はい、行きましょう。それではね、行きましょう。この流れで行きましょう。行きましょう。まあ適当に穴に落とす感じですね。で、とりあえずガイド絡まっちゃってください。取りまして、取りましたね。なんか多いな。とりあえずどの辺から行こうかな。あ、テトラの上は気をつけて乗りましょうね。なるべく滑りにくい靴でね。それは間違いない。じゃあここの穴に落としてみますね。ちょっと長いな竿が。今日逆光かもしれませんけどね、すいませんね今ね。で、穴を見つけてそこにこうすると入れていくと、もういたらね、いたらもう即ゴゴゴってくるはずなんでね、そうね、なるべくいろんな穴にこう、うん、入れてみます。こういう隙間だよね。そう、こういう隙間にね。この流れでね、調子よくもう来るといいなって思ってるんですよね。まあ僕は釣れない保証を背負ってるんで、なかなかこのどうかななんて思ってるんですけど、なかなかどうかな。ちょっといきなり寝かかるのとかだから、ちょっとビビり気味です。そうなんだ。はい、ちょっとビビり気味でやってます。まだ当たらないですね。ノーバイツですね。やっぱりこの穴の中でもこうなるべく水深のある、水深というかこうゴロゴロと入ってくるような穴がいいよね。そうだね。うん、で、こうやって引っ張るんだよね。まあしょうがないんだけど、なんで水深があるといいかって、寝魚は暗いところにいるんだよね。基本的にそうだね。だからそのなるべく光が届かないところにの方がいいってことですね。多分。おおお、いいよ。
お、来てる来てる来てる、当たってます当たってる当たってる当たってますよっ、来たーオープニングの流れで流れで来ましたー、はい、今はい、オープニング、はい、こういう感じですね。まあそのオープニングねカットしてると思いますけど、でも開始5分でオープニングのまま今撮り続けて釣れました。これはあの15センチぐらいなんで、リリースです。はい、はい、まあ、そういう感じでやっていきましょう。はい、本日はの PYT のネタからどうなん、え、 PYT のネタからどうなん、そう、PYT のネタからどうなん。ネタからね、やっぱりガガガンってきて面白いね。お金がわかりやすいんだよね。そう、手軽だよね。手軽よ、本当に手軽。でも根掛かりはしやすいんでね。裏繰りはあのなるべく、えちゃん今日 何パック買ってきた？4パック、うん、え、1パックに3つ入ってますよ。これ3つ、そうだね。じゃあ12個用意してあるんですね、うん、はい、まあ、だからそうやってあの結構余裕を持ってあの用意してください。来て来て来て、イエーイ、2匹目です。2匹目、いいね、いいね、幸先いいよ。しかしあの持ち帰るならサイズ上げたいですね。そうだね、うん、これはもうリリースサイズ。はい、さようなら。はい、いやあの釣れるっていいですねちなみにこれタックルはいつものバスタックルですか？はい、バスタックルで、バスは XT にネクサーブですね、バスでいつも使ってるやつですね。まあ、でもアナズルは、まあ、短い時もいいっていう時もあるし、こう長い時の、だからこういう今の場面なんかそうだよね。そう、ちょっと離れてると割と、うん、こういう手前とかやるときは当てきてきてる。イエーイ、おー、いいやん、離してたら、離してたら来たね。なんで今みたいなところを、うん、あの狙うときは長い方がいいし、こういうところ狙うときはね、近いから短い方がやりやすいんだけど、だからまあ自分が持ってこれるんだったら別に、なんでもいいよね。まあなんでもいい。またちっちゃいから、またちっちゃいから、さようならってこと。さあ、てっちゃん選手の答えです、いきなりの根掛かりか、根掛かりか、根掛かりか。あ、取れた。さすがです。危な、ちょっとヒヤヒヤしたい模様です。あ、当たった。あ、マジで当たらない。あれ、やっぱり俺が幸先よく根こそぎ釣っちゃったか。3匹も、俺の3匹は一般人の10匹分だ。当たってる、当たってる、よーし、きたー、ぷよーんって見える。カメラマン移動します。はい、はい、あさこちゃん、あさこちゃんです。はい、はい、それもね、さよならしますか。そうだね。何がそうだって、あのサイズでも結構引くからね。そう、ゴゴゴゴン、グーってね、うん、当たりすごい強いもんね。それが穴釣りのいいとこね。うん、お、お、お、きたー。あれ、ちょっとぷっくりしてない？ちょっとサイズアップしたね。ね、ちょっとぷっくりしたよ。おい、おい、ちょっとサイズアップ。ほんと、うらやましいぜ、サイズアップそのこのさ、うん、あのこうやって舐めようと思ってもさ、レングスが足りない魚の長さが穴釣りの、そうだ、こあのあと大事なポイント。はい、穴釣りの大事なポイント、ちょっと待ってくださいね、聞きに行きます。はい、何でしょう。あのね、潮の時間をしっかり見て、そう、ちゃんとこういうね、テトラは、うん、潮がないと、こう、テトラにまず水が浸からないからね、テトラが。そうだね、そうそう、魚も入ってこないと、うん、なんかの動画で一回ここ来て、もう本当しんどいねってなって帰ったねその動画探して、あのリンク右上に貼っておきます。この、今、てっちゃんのこの頭の上に出てますね、リンクが。本当にね、そう、潮がないとね。あとでね、あそこ、ちょっと分かるけど、あんだけさ、あの、水のさ、あとがある。あ、そうだね。来た？やったー！めっちゃやりました！
あの辺まで行けば、あの辺まで行けば、そんなシステム、こんな感じ映ってるのかなと思うよ、映ってると思う、こんなちっちゃいのに釣りました。いや楽しいね。楽しいよ。これこれでやっぱりね、数だって数で言ったらね、うん、いつも普段やってるブラックバス行くこと考えたら、まあ、当たりも全然あるし。ブラックバス釣れんから。可愛い顔して、なんだこの顔。本当に愛くるしいよね。愛くるしい顔するね。このエラがさ、エラの後ろのヒレがさ、開いてるのがいいよね。あ、ここね。そう、それ。はい。はい。リリースです。はい、じゃん。楽しいですな。はい。おい。おい。てちゃんちょっと撮ってくれよ。ちょっと。てちゃん。てちゃん撮ってたら俺釣れたよ。見える？てちゃん撮ってたら俺が釣れたよ。どういうことだよ。あ、撮れた撮れた、よかったよかった。てちゃん撮ってたら俺が釣れたよ。ねね。眩しいよ。しばらく釣れないと小言が多くなるよ。釣れない。釣れなくなっちゃったね。さあ、はい、皆様ね、楽しんでいただけましたでしょうか、TYT のアナドーナ。本日はですね、穴の調査に行きましたけども、アナリストてっちゃんがですね、5匹ぐらいですか釣りまして、僕が最初に3匹ということでね、僕今ここに垂らしてますけど、見えますてっちゃん、ここに僕垂らしてるでしょ、けどね、もう水ありません。なんとなくそのエンディングだからやってるっぽくしようかなと思ってやってるだけでね、そのくらい潮がもう1時間ぐらいやってたら引いちゃったね、これがね、海の地合いですよ。まあ一応釣れたんだよね、サクサクと。いや、まあ、短時間で釣れたから、はい、良かったと思います。ちょっと聞いてピュッてやって、うん、釣れたね、もう地合い、はい、帰ろうって、地合い終わっちゃったから帰ろうっていう、はい、海釣りってそういうもんなんでね、うんうん、特にアナ釣りはね。というわけでね、はい、本日はこれで終了ということで。終了だね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。カサゴ根魚の料理が見たい方はね、うんうん、こっちにこの辺に料理の動画出てますよね。そうだね、はい、そこに行って、調理を見てみてください。はい、はい、それでは皆様そのうちまた会いましょう。どういうこと？さようなら。カットです。今エンディング撮ろうと思ってね、ちょっとやってる風にしようかなと思ったらね、ブラグを落とすでしょ、水ないの今。引っかかっちゃって、いきなり引っかかっちゃって、そのストンって落としただけでガスって引っかかっちゃってね、久しぶりに。もうちょっとこれ伸ばさない、してるこれ。だっ。